わずか800メートルしかない地下鉄の話をしましょう。上飯田線です。名古屋市交通局の路線で、なんと1区間800メートルの路線です。意味がないではないかと言われるのもわかりますが、この800メートルは大いに重要になってきます。地下鉄名城線と名古屋鉄道小牧線の接続には不可欠なのです。小牧線の終点は上飯田駅です。ここは名古屋の少し外れにありまして、ここで行き止まりになっていました。この先市電が走っていて、それと競合関係になってしまうからか、名鉄は名古屋市内を縦貫する路線を1本しか持っていませんでした。それが名古屋本線で名鉄名古屋に多くの列車がやってくるゆえんは、路線網が限られてくるからだったのでした。まあ鶴舞線が開業して、両端を名鉄と直通することで、豊田線と犬山線を結ぶことを可能にして少し緩和しましたが、小牧線は行き止まりです。これ以上路線をこじらせると訳がわからなくなります。上飯田駅から都心へは市電が連絡していましたが、市電がなくなってからは最寄りの地下鉄駅平安通りまで歩くことになりました。名城線が栄などに向かう重要な地下鉄であったのです。名城線は当時は大曽根から金山を経由して名古屋港に至る路線であったのを一応言っておきましょう。上飯田の連絡線ができたことで、上飯田駅から歩く必要がなくなりました。ただ、運賃はどうなったのかと言いますと、1区間とはいえ名古屋市交通局の運賃が発生します。これが新線建設費の回収に役立っています。名古屋市交通局の初乗りは200円と高額で、1区間伸びただけですが、会社が変わるので、200円も運賃が上がります。さすがに利用者がかわいそうだったからか、特定区間運賃を設定している区間もあります。ほとんどは高くつきますが、ただ、名城線と乗り継ぐと、そこまで高額にはなりません。平安通りで降りる人にとっては、上飯田駅から歩いた方が得策でしょうが、栄とか名城公園のあたりなら、初乗り出ないですからそこまで損はしないでしょう。運用されている車両は自社が7000型、名鉄が300系です。どちらも4ドアです。地下鉄だからでしょうか。地下鉄でも小田急特急は1ドアですし、そういった決まりはないでしょうが、通勤電車だからか4ドアです。犬山まで運転するときは、他の名鉄の3ドアの電車と混同してしまって少し混乱がありそうなので、そこは心配ですね。7000型は、ほとんどありません。路線距離の関係で300系が優勢です。北新、急行や港未来線でも似た現象があって、直通の距離の比が悪いと、車局ごとに編成数が著しく違うこともあるのです。これもその例でしょうか。まあ、7000型は名鉄が整備していて、名古屋市交通局の持ち物だけど、実質的に名鉄が委託しています。やはり、800メートルしかないのが珍しさを生んでいます。乗務員交代もなく、地下鉄区間も名鉄が乗務します。やっぱりここは名鉄が運行すればいい気もしますが、建設費回収の観点から、あえて他車線にした方が、運賃収入が増えるからなのでしょうかね。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。この動画シリーズ、毎日投稿をモットーに続けております。もし今回の動画が面白かったとか、これからも見たいとか思ってくださった方、この際のご縁ですし、チャンネル登録をしてくださると幸いです。チャンネル登録が私にとって制作の原動力となります。いかがでしょうか？チャンネル登録、よろしくお願いします。